ぞ。はい、パチパチ。もっと前でよか、もっと前ね。生き座祭り PR タイムということで、生き座祭りの魅力をお伝えさせていただきます。しおりです。よかったよかった。いや、まず名乗れよと思ってね。ごめんごめん。はい、どうぞ。あやねです。ひかりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年のテーマは Life is Create、 生きることは創造することです。その作り上げるということからクリエイトボードっていうのをそこに作りました。喜怒哀楽の素敵な笑顔や一生懸命でかっこいい写真がたくさん貼ってあるので絶対見てください。喜怒哀楽のオフショットもあります。観客席の近くに置いてあるのでぜひぜひ見てください。ありのままの喜怒哀楽の姿がクリエイトボードになってます。そして生き座祭りに来て絶対ゲットしてほしいグッズがあります。それはドロ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 ドン、ハルさんがデザインしてくれた生き座 T シャツです。何もない場所から神様の手が羽となって現れて、そこから植物や生き物など命がどんどん作り出されて世界が出来上がっていくっていう、はるさんの素晴らしいこのあれでできてます。もう絶対買うべきです。みんなあそこの物販ブースにあるので買っていってください。ありがとうございます。生き座祭りにはグルメもあるのです。こちらには菅井座内連さんの超スペシャルグルメ、左隣には喜怒哀楽グルメ、飲み物かき氷、きゅうりにパイン、おにぎりもあります。その隣がこういっちゃんの焼きたてピザです。ご飯ブースもたくさんあります。お腹が空いたら立ち寄ってみてください。おいしいです。その隣にあるのが梢さんが出してくださっているアフリカンバティックというアフリカのろうけつ染めの生地を使った子供用のパンツが作っておいてくださっています。ぜひ立ち寄ってみてください。よろしくお願いします。ぜひ生き座祭りを楽しんでください。ありがとうございました。